くシンガポール用でシンガポール用マンナーでって言うときにたり、こう、2名に行くし、ギリまでかかるマンナーだと思って。So it's exactly 260 years since we met last time in Singapore in Japan in June last year. Yes. 오늘 돌아지는 중요한 사단, 중요한 상봉이 마련되게 된 건 각하의 그 남자는 펑크는 좀 쓸겠다는 안한 일이라고 생각합니다. And I truly believe that this successful and great meeting that we are having today is thanks to a courageous decision, political decision that the rest of the Minister for Development. 261일 동안 그 사이 보면 차방에 그 불신과 오해의 소리들도 있고 그 적대적인 낡은 반의 길을 막 不信と誤解というものもあったと、あったかもしれませんけれども、それを解いて261日ぶりにハノイまでやってまいりました。またその期間というのを考えますと、いつの時よりも多くの悩み、また努力、忍耐が必要であった期間ということで言うことができると思います。で本日このようにまた再会して、より多くの喜びを持つというか、そういう確信を持ってまたお話していきたいと思います。で最善を尽くしていきたいと思います。ただ申し上げたいのは大変名誉なことだということです。キム委員長と共に会合を持つことができました。今日はお会いできて大変光栄です。ホスト国のベトナムが私たちを歓迎してくださいました。共に協議が持てることは大変嬉しいことです。成功裏にこの首脳会談を持っていきたいと思っています。あなたも私も満足の形でこの首脳会談を進めていきたいと思います。願くば共に一度目の会談と同じような成果を上げることができればと思います。また双方の関係を改善していくことができればと思っています。心から感謝申し上げます。また再会したことを深く感謝申し上げます。ベトナムでまたお会いしました。非常にレッドカーペットで表したように歓迎しております。成功的な出会いだったと思います。ある方たちはもっと早く進んでいけばという方もいらっしゃいますが、私はよくやっていると考えて、うまくいっていると考えております。まず同じように成功ということを考えて、うまく我々はやっていると考えております。また何度も申し上げてきましたが、北朝鮮は大変な経済的な潜在性をあります。無限の可能性を秘めた国だと思います。あなたのような偉大な指導者を掲げ、そして私たちもそれに助言をしていくことで成功を収めることを願っています。ありがとうございました。これから夕食会を持つ予定です。また明日は首脳会談に臨むことになります。また明日の日中にも記者会見を開く予定となっています。